皆さんこんにちは、村田平です。はい、コンサブちゃん更新されたということはシダか何かの商品の紹介になります。今回はですね、ちょっと皆さん覚えてますかね。僕以前高田馬場の国際卓球さんでめちゃくちゃいいラケットケースがあったんで買いましたっていう報告した動画、こちらですね。この手作りの非常にクオリティの高いラケットケース、まあ、僕はこれ今回東京って書いてある、東京の名所が書いてあるね、布のガマ口の可愛いラケットケース、今でも愛用してるんですけれども、こちらを作っていらっしゃる掘り出し物商店さん、あのウェブショップあるんで概要欄貼っておきますのでぜひチェックしてください。からですね、なんと同じ素材でできたガマ口の小銭入れ、これめっちゃ可愛くないですか。これともにですね、ちょっとね商品化する予定だとお聞きしたものが一つ届きましたので、ぜひ紹介したくてですね、それがこちらになります。よく見ますよね、こういう封筒っぽいパソコンのケースとかタブレットケースとかでよくありますよね。これをですね、ラケットケース、まあ、ラケットジャストサイズで作りましたということで、中がねすごいおしゃれで布で作られてます、まあ、コーヒーの布にしてくれてますね。はい、でこれラケット入れてみたんですよ、実際ね。そしたら本当にジャストサイズなんです。ここにグリップ見えますかね。これで紐で結んでいくと、昔のね封筒みたいにね、ここもよくできてるんです、こんな感じで。まあ、ゼッケンとかもやるし、でしかもここにポッケがあって、ここにも、まあ、携帯とかねちょっとしたものを入れるためのポケットがあるっていう、とてもおしゃれなケース。こちらね商品化されるかもしれないということで、僕はぜひしてほしいですね。この動画を持ってちょっと感想を述べたいなと。でこれがタイベックっていう、タイベックっていう素材で、これがですねとても軽くて薄手なんですけど、とても丈夫で強度もあって耐水性もすごい優れてると。濡れても別にラケット濡れることないし、破れることもないと。ですごい優秀な素材らしいです。こういうなんか急な素材を見つけてくるところがなんか職人さんっていう感じがして大好きなんですけど、この素材を使って今回は封筒型にしてみましたということでした。これ僕ラケットケースとしてもめちゃめちゃ使えるし、よくあの iPad mini とか iPad Air、iPad Pro、タブレット系のケースとしてもめちゃめちゃ優秀なんじゃないかなと思ってます。でラケットケースとして使わないときは僕 iPad mini と Pro 使ってるので、それを入れてそれ用のケースにしたりとかっていうのも使えるので、汎用性十分だなと思います。何よりこう素材がいいです。ほんと軽くて、水さっき濡らしてみたんですけど全然大丈夫でした。はい、一生懸命ですというね、なんかこう唯一無二のものをハンドメイドで作られてるって、僕そういうのができないのでとても尊敬するし、いいなって憧れるところがあるので、毎回そういう方がいたら紹介させてもらうんですけど、何よりねやっぱりこのラケットケース、これもですけど本当に丁寧に作られていて、僕はへそ毛もとてもおすすめできるものなので、気になる方がいたらぜひ概要欄から一度ショップをチェックしてみてください。柄はねこれ東京っていう柄なんですけど、富士山とかね雷門とか東京タワーとか載ってるものなんですけども、これ以外にもたくさんいろんな柄があります。なので皆さんがねこれいいなと思う柄がもしかしたらあるかもしれないので、ぜひチェックしてもらえると嬉しいです。というような卓球にまつわるおすすめグッズの紹介の回で、また久しぶりのサブチャンネル更新となりました。そろそろねシダとかしたいんですけど、まあ、またねコメントとかでこれシダしてみてっていうのがあったらぜひ、コメントください。よろしくお願いします。それではこの辺で今回の動画は終わりたいと思います。それではまた。